イースト17、イースト17、イースト17、あとに E-17 に改名は、イギリス人男性歌手グループ、1992年に結成、UK チャートトップ20の曲を18曲、トップ10のアルバムを4枚これまでにリリースしており、特に1990年代にテイクザット、ゴアイブなどと共に活躍した、ハウスオブラブ、ス o v e Steam, Red i など、 ラップとポップミュージックを組み合わせた曲で有名、オリジナルメンバー。在籍期間、1991年から1997年、1998年から1999年、2006年から2013年、2014年、オリジナルメンバー。在籍期間、1991年から1997年、1998年から1999年。 2006年から2013年、2014年から2014年、加入。在籍期間、2014年、オリジナルメンバー。2010年脱退、在籍期間、1991年から1997年、1998年から1999年、2006年から2010年、オリジナルメンバー。2013年脱退、在籍期間、 1991年から1997年、2006年、2010年から2013年、2011年、加入、2011年だったい。在籍期間、2011年1992年に、モルティマーが条件付きで、ロンドンレコードとレーベル契約を結ぶことから始まる。その条件というのは、グループを結成することであった。歌唱力、 ダンス技術が共にあったハーベイを筆頭に変理、そしてコールドウェルがそのグループのメンバーに決まった。主にモルティマーが作詞を担当することが多く、ほとんどの曲がラップで構成されている。なので、ライバルであったテイクザットとは対照的なグループとみなされた。1992年から1998年の間に12曲、UK チャートトップ10にランクインするシングルをリリースし、 デビューアルバム、ワローサムストは、同アルバムチャート1位を獲得した。このアルバムに収録されている、レッド・イット・レインは、戦争、平和、平等さ、愛などを歌った政治絡みの曲で話題になった。1994年に、リリースされた2枚目のアルバムである、ステムがリリースされた頃、彼らの名声は大きくなる。シングル、イッツ・オール・ライトは、MTV で紹介され、 彼らの名声はモンゴリアまで届いた。アルバムはチャート3位を記録。また、スティームに収録されている Stay ナ n ーデー r はシングルとしてリリースされ、彼らにとって最初で最後の有形チャート1位を記録した5週間1位をキープし、1900、1996年には If You Ever をリリースし、こちらは同チャート2位を記録したイギリス人歌手。 ガブリエルとのデュエットで話題になった。1996年のクリスマスには著名なアーティストが集まるライブザ・ギフト・オブ・クリスマスに出演しバックストリート・ボーイズと初めての共演を果たした。3枚目のアルバムアップ・オール・ナイトの作成ではモルティマーが作詞を以前に比べて担当することが減りチャートも最高だな位という結果に終わる。この頃からモルティマーはグループとしての活動に 消極的になっていた。1997年にメンバーのハーベイが麻薬の一種であるエクスタシー12個を一晩で摂取したことを告白。インタビューでは楽しかったし、エクスタシーは自分を良い人にする。と発言しグループのイメージを一瞬にして傷つけた。この後、モルティマーが他のメンバーとは別であるということを証明するためグループから脱退した。 残ったメンバー3人は1998年に E-17 とグループを改名し、シングル E-Time をリリース、UK チャート2を記録する。しかし、グループにとって作詞を担当していたモルティマーの穴は大きく、次のシングル、ベッチャキャントウェイと、アルバムリザレクションの売り上げが全く伸びず、1999年に E-17 は解散する。解散後、 唯一メンバーの中では、ブライアン・ハーベイだけが、ソロ活動をしていた。2001年12月11日には、ノッティンガムにあるナイトクラブの外で襲われ、緊急手術を受けた。頭部に負傷を負ったものの、幸い命に関わるほどの傷ではなかった。2005年に、ハーベイ、コールドエル、ヘンディの3人で、E-17 として、モンゴリアで再結成ライブを1回のみ行った。 モルティマーは脱退後2度イースト17のようなグループを結成しようと試みたが、どちらも失敗に終わり、ソロ活動に専念する。2006年1月には彼のウェブ上でアルバムを発売した。2006年2月4日にはイギリスの音楽番組 CD UK に出演し、イースト17は4人で再結成するかもしれないと発言し、同月の半ばにそれが実現した。 ロンドンで再結成ライブを5月30日に行い、成功させた。この一度限りのライブの後、ヘンリーの本業柄、グループとしての活動を続けることが難しくなり、そしてまたしても、ハーベイとモルティマーの船仲説が浮き上がりイースト17は、またしても解散するのではないかと、幾度となく報道された。そんな中、同年9月24日には、 スコットランドの大学でモルティマー抜きでライブを行った。2007年5月29日にチャンネル4にて彼らのドキュメンタリー番組イースト17ザリユニオンが放送され、同番組内で3人は2008年の夏にシングルファックザットのリリースを予定していることが発表された。ハーベイはソロ活動に専念するためグループを離れ、モルティマーが入れ替わる形で戻り、2012年に スタジオアルバム、ダークライトをリリースした。しかしモルティマーは再び脱退。ボーカリストに、アートフルドジャーなどとの活動歴があるロビー・クレイグを迎えた。ありがとうございます。